やりたいと言っていた占いの場所に、もう中華街ですわ。やってみたい。もう中華街です、中華街。多いの？あ、中華街多いですよね。あ、もう、もうなんかもうね、私生まれ育った場所です、ほぼ。そこにルカがいるのも変、あとスタッフさんがいるのも変、もう地元すぎて実家までもう何分なんだっていう。母ちゃん会えるかもしれない。母ちゃん会えるかもしれないよ、下手したらな感じですけどもね、うん、ちょっといろいろ聞いてみよう。はい、というわけで行ってみましょう。行ってまいります。行こう。というわけで先生どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。初めまして、講師と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日は彼女がですね、はい、自分の人生、はい、見てほしいと。はい。なんか人生ってまだ若いけどね。ちょっとやっぱりちょっと話聞いていただいて、はいはい、なんかね、あの詳しいのをね知りたいんだな。うんうん、ね、そう、これからどうなるとかね、かとか、はい、そのためにはどうすればいいかとか、はい、分かりたいです。それではまずご自身のこちらにいいですか、はい、お名前と生年月日、はい、これ初めてでしょ。そう、一回あの台湾で、うん、台湾中水台湾で、台湾で占いしたことがあったんですけど、あの、なんせ台湾の方なので、うん、何言ってるかちょっと分かんないでしょ。そうです、分かんないです。私結婚できます？結婚ですか？はい、今聞いていいんですか？はい、いらっしゃるかどうか。じゃあいないです。はい、まずなんでいないかっていうことを。よいいですね。まずさっきプライドって言ったでしょ？はい、なんか変なプライドじゃなくて、はい、まず好きな人がいても自分からなかなか言えないですよね。いや。意外とそんなこともないですよ、うん、で、それと何言ってるの、プライドってことで、その時に断られちゃうとちょっとほら傷つきやすいってところ、あと絶対これだけ可愛いしお綺麗なのにいないわけないじゃないですか。それでな、誰が悪いっていうのはこちらが悪い、うん、そうですよね、はい、なんでっていうのは、はい、こういう人で、こういう人で、こういう人で、こういう人じゃないと私嫌ってところがこう広げてると思いますけどね、私個人的には。だから何言ってるなかなか彼女って相当何か親しくならないと割とお腹の底の中の話をしない方なんです、うん、でまた聞かれるのも嫌、どうしたのどうしたのって、うん、結婚うんっていうことでは遅かくてもう28歳までには結婚して、え、嘘できます。グリックさん大丈夫ですかね。28らしい。28、遅くても28です、はい、遅くても28だって。でずとご縁は回ってます。早っ。ご縁は回ってます。思ったより早かった。早いです。で、例えば、ね、めちゃくちゃね、うん、めちゃくちゃ遅かったら32です。あ、もっと遅くなった。遅くなった。32ぐらいがいいかな。で、ずっと回ってます。で、回っていても、で、向こうはこっちのこといいと思っても、こっちがいいと思う。私の問題だ。そう。で、はっきり言って、こちらもいいって思うような出会いが実は26か7なんです。もうすぐな。もうすぐじゃないじゃん。結構まだもうちょっとかかるよ。そう、だから思ってる出会いはそのぐらいの出会いですよってことです。だからできなくはないけれど全部こちらってことです。私次第ってことですね。はい、分かりました。であと気をつけるところっていうのは結構物事をマイナス思考にどうしても考えてしまうところがある。うわ、それめっちゃあります。ありますよね、うん、だからこうなってこうなってこうなるって思わないで、何かあるとこうなってこうなったらどうしよう、じゃあそうしたらそういうことどうしたらいいのっていうのは、何か集中するものを作るってことなんです、うん、で例えばさっき言った資格取る勉強とかじゃないけど、うん、何か勉強ね、今のお仕事もそうですね、うん、そうしてるとポジティブになる。へで何にもなくなるとなんとなくどうしようどうしようってなって考えすぎる。暇だと不安になるよね、うん、暇だと不安でしょ、うん、だから暇にならないように何かをやっておく、うん、趣味でもいいんですよ。だからでお仕事はとにかく向いてます、うん、たりお仕事は向いてます。やった、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。というわけでね、というか、ラストは、はい、お酒飲むっていうことだったんだね。そうそうだね。いつも飲まないんですよ、うん、そうなんだよね。飲まないんですよってか、まあね、車で来てたりとかするし、ね、うんうん、みんなの集まり飲まないんだよね俺ね。そうそうそう。
だからじゃあこれの機会だから飲むべってことだね。そういつもさ飲まないでさ、ルカ大丈夫ちゃんと飲んでる楽しんでるみたいなことをね言うのだから。なるほどね。そうお前も酔えと。そうそういうことね。一緒に楽しみましょうという話ですよ。じゃあ今日一日お疲れ様でしたということで、スタッフさんもね、はい、飲める方は、はい、皆さん、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。イエーイイエーイ。お疲れ様です。よしよっしゃ、お疲れ様です。じゃあいただきます。あーうめえな。もう終わりでいいかな。まあ今からはでもただただ食べながら、うん、本当に、うん、あの本当に2人で飯食って話してるっていうものを世間の皆様が見るというだけの、うん、物好きね、みんなね。物好きよ物好きよ。まあでもルカに関してはみんなでその飲んだりとかしてる時も、うん、もう本当飛んだハッピー野郎だしポンコツだしなんかそういう意味でも、うん、可愛くぶってない本当のおっさんの松田ルカを出せたらいいんじゃねえかっていうことなので。そう、ね、はい。なのでもうあのカメラなしでこっから先はもう見えてない手で、うん、